皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。またはじめましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、毎日投稿で台本なし、編集なしの一発収録でお送りしております。マックガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーは映画007シリーズを映画散らしてプレイバック。 本日で74枚目そしてご紹介するのは、えー、第20作40周年記念作品となりました「大アナザーデー e の、えー、13種類目のチラシということになりますどうぞよろしくお願いしますはい でですね、あの、本編に入る前に一つご報告なんですけども、今こう画面ね、見られて、うんと思われた方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、えー、実はですね、先日からですね、あのー、いつも撮影で使っているデジカメの調子がおかしくなりましてですね、なんかこう画面がこうピク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 とこう、をするんですよね。で、ちょっと、 っとね、あまりにもこう見ていただくにはあ、見るには煩わしい画面になってしまってるかなと思いますんで、えー、ちょっとそれを取りやめまして、えー、急遽ねあの、今現在使っている携帯電話の方でね、まあ、iPhone の方で撮影というこのを切り替えてますので、そしたら、えー、画質なり何なりが、えー、音声も含め前より良くないかもしれませんけども、えー、ちょっとご容赦ください。はい。さて、えー、今日なんですけど。 はいまあ、前半はまたあこの新しいね13種類目のチラシのご紹介をして後半はこちらですね、えー、20作目ということでいろいろオマージュシーンがいっぱいあるんですねというわけでこのオマージュコーナーとして本日は第10作となりました「私を愛したスパイのオマージュシーンはどこだったのか」ということでね見ていきたいと思いますさあえー、これねこのチラシもかなりお気に入りのチラシですね ね、ひょっとしたらなんだこれはと思われてる方も多いんじゃないでしょうかえーね、お分かりの通りこれハングル語ですねハングル語いわゆる韓国版チラシなんですよねはいで、えー、もうあの韓国語なんでなんか、まあ、ハングル語なんで分からないんですけども、まあ、ここにダイアナザイツになってましてで、まあ、全体でこう氷の上に、えー、サイレンサーをつけたベレッタが乗ってるねえワルサーじゃないんですよね でここまた面白いんですよ、ね、結局、えっ、ー、と、イアン・フレミングの原作もそうだったと思うんですけど、そもそもはベレッタなんですよね。映画でも、結局、第一作の「殺しの番号」の時に、劇中最初にですね、M に、えー、あの、あの、ベレッタでお前はあの死にかけただろうみたいなね、原、え、を、ー、変えなさいって言われて、悪さんに変えるんですけど、そもそもはベレッタだ だから、まあ 20, 週20作目40周年記念ということで原点に変えるという意味で、このベレッタをあえてデザインにしたのかなというところなんですけど、でこれ多分ね、確か海外版、いわゆる欧米用のティーザーポスター、先行版ポスターのデザインをそのまま使ってると思うんですけどね。うん、かっこいいんですよ、これはね。さらに、何がすごいって。ね、裏はもうこういう感じになってるんですけど、ね えー、ピアース・ウォルスのハルベリーが来て、まあ、キャストは案内とか々書いてるんですけど、まあ、読めないと分かりませんけどはいこれ,これも確かねあのティーザ,ザーポスターだったかなと思ってたら先行版だったと思うんですけどねこれがね韓国版チラシの素晴らしいのはねここからなんですよなんとドーンとこうなるんですね本当にねもう韓国版チラシはね素晴らしいですよ紙質も分厚くて丈夫なんですよねうん で、その、なんだろうな。あ、まあまあ、それ後にしましょうか。で、ハルベリーが来て、アストン・マーチンとジャガーの対決が乗ってて、ボンドですね。うん。で、えー、出演者がいて、で、まあ、映画についてとかね、乗ってるんですね。劇中、こうね、映ってますよね。うん。ちゃんと、カメオ出演のマドンナも映ってますね。はい。とかね。うん。というね、 すごいんですよ、とにかく。その対策映画ほど、この二つ折りとか変形版とか結構多いんですけど、そもそも、あの、紙質がいいんですよね。で、韓国映画っていうのは、まあ、ちょっと教えていただいたんですけども、えー、個人レベルで、その映画に投資をすることができるということだそうで、まあ、それが全作品を指すのかどうかわかりませんよ。対策だけなのかもしれませんけど。でそうするとですね、個人レベルで投資ができるということなんで、当然儲かれば、 配当があるわけですよね。なので、えー、そのあたり、こう、結構お金をかけてるっていうところが非常に多い。で、と、まあ、と言っても、韓国で欧米作品の、まあ、日本も含めてなんですけど、作品の、えー、上映っていうのは、言っても近年なんで、 そんなに古いものまではないんですよね。自国の映画のチラシはあるんですよ。それも一枚ね、持ってるんですけど。だけど、そんな歴史は、あの、日本ほどはもう浅く、浅いはずです。たあの諸外国のチラシという意味ではね。うん、ということなんですね。いかがですかね。ちなみに、まあ,あ、日本版の、あちょっと待ってないよ。よいしょ。えー、これだったかな。よいしょ。はい。日本版の、 オリジナルデザインとていうのはこちらなんで、まあどっちがかっこいいかなって言われるとちょっとそ難しいところではあるんですけどね。うん。まあ人がいるというのはありますけどね。うん、という、まあとにかくこうね、大きさもすごい A4 ですからね。ほら、A4 サイズですよ。ね。さあ、というわけで、えー、後半行きましょうね。こちら。私を愛したスパイ。ね。こちらも言えば、えー、第10作の記念作品だったんですね。 この記念作品のオマージュコーナー。まあ、ここからさらに10作目っていうことでね、10作目はこれだったわけなんですけども、何か。まあ、この作品も記念作品で、えー、ロジャームーアーがもう油が乗りに乗ってるボンド役の時なわけですね。で、面白いのが、ここでも実はですね、ほら。見えますかね。これね。ボンドが持ってる拳銃ですけど、悪さじゃないですよね。これ多分ね、ベレッタだと思うんですよ。この重心っていうか、この先を見るとね。 多分ですよ。違ったらすいません。なんでこれになるのかないつも思ってたんですけどね。多分これはその原作に合わせてるんじゃないかなと思うんですけどね。で、えー、じゃあこのオマージュシーンはということでね。こちら、アシェットさんから発売、えー、もうだいぶ前ですけど、されました、ジェームズ・ボンド公式、えー、DVD コレクション。こちらの中のですね、えー、一節ですね。えー、ピント、また合いませんね。ピント合わせますね。はい、こちらですね。 私ススパイ、グレーブスがー敵役ですね。バッキンガム宮殿に降下するシーンで彼のパラシュートにはユニオンジャックがあしらわれているということですね。はい、これが何を意味するかということはもうね、ダブスブンファンはもうすぐお分かりだと思うんですけども、えー、この第10作、私を愛したスパイのいわゆるプレタイトルですね。 主題歌が流れる前のオープニングタイトルのところで、えー、ボンドがですね、えーまあ、雪山でですね、アルプスで敵に、えーまあ、遭遇し襲われるわけですね。でその際ね、まあ、もうちょっとネタバレになりますからね、とやったら飛ばしてくださいね。えー、追われて追われて、まあ、敵を撃退もしていくんですけども、やっぱり追われる。ついについにもう目の前には断崖絶壁というところで、ボンドはそのままジャンプするんですね。そしてジャンプして、わー とどうなるんだっって言った時に、えー、ファッとパラシュートが開くそうするとボンドのパラシュートはユニオンジャックがあしられていたっていうね、まあ、そういうシーンなんです、ね、それと全く同じユニオンジャックというところで今度は敵側がそれで急降下してくるというね、まあ、そんなシーンに使われたんですよね。まね、あ、あれは本当に分かりやすいオマージュでしたね劇中見ていてもおおこれが来たかという感じでしたからね まあ、えー、10周年、そして20周年記念作品というところで、えー、そこはあしらわれたのかなというところですね。うん、うん、非常にいいシーンでしたね。まあ本当にこう、まあ、ある意味、ね、この20作目っていうのはね、もうちょっとやりすぎだろうっていうふうに言われたこともね、やっぱ評価あるんですけど、やっぱりもう,もうお祭り映画なんですよね。もうこれまで、ね、20作目おめでとうっていうね、まあそういう映画だったというふうに理解はしてますけどね。 はい。というわけでいかがでしたでしょうかえー、本日はですね、えー第、第13枚目か。13枚目のチラシとして、韓国版のダイアナザーでのチラシをご紹介しました。そして、オマージュコーナーは、第10作、私を愛したスパイについ,つ,ついてでした。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン。 またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。